ジャック・ロジエは、フランスの映画監督。ヌーベルバーグ初期の傑作、アデュー・フィリピーヌで知られる。1926年11月10日、パリに生まれる。IDHEC 在学中、ジャンル・ノワールの助監督として映画界に入る。卒業後、1950年代に最初の短編映画を数本撮る。短編ドキュメンタリー、10代の夏は当時日本で公開された。 唯一の作品であった。同作に注目したジャン・リュック・ゴダールが勝手に仕上がれのプロデューサー、ジョルジュ・ド・ボール・ガールに紹介し、実現したのがアドゥ・フィリピーヌである。1960年、長編デビュー作アドゥ・フィリピーヌを撮影2年のうちにカンヌ国際映画祭に出品、ヌーベルバーグのキー要素であると考えられた。商業的成功のないまま5本の長編を、 演出したが、ロジエは、最も興味深いフランスの映画人と考えられた。同作には、ジャンクロード・ブリアルや、ミシェル・ピコリラ・ヌーベルバーグ的俳優が、テレビ局のシーンで登場し、ミシェル・ルグランの姉、クリスチャンヌ・ヌルグランが歌手として登場する。コダールにとっても本作は重要なものとなり、後に、JLG、自画像には、ロベルト・ジャック・ボリス・ニコラス、つまり、 ロベルト・ロッセリーニやボリス・バルネット、ニコラス・レイと並べられ、それぞれの作品の音声が引用されるシーンがある。1963年、9分の短編ドキュメンタリー、バルドー、コダールを撮る。コダール、軽蔑のメイキングで、ブリジット・バルドー、コダール、フリッツ・ラング、ジャック・パランス、ピコリニ、カプリ島で取材したもの。1964年、 アンドレース・ラバルトとジャニーヌ・バザン・プロデュースによるテレビドキュメンタリーシリーズ我らの時代のシネアストたちシニエーズツデノートルトンのそれ自身によるヌーベルバーグ・ラ・ヌーベルベーグ・パール・エル・メームに出演する。他の出演者は、コダール、アンリ・ラングロワ、クロード・シャブロル、ジャック・ドゥミ、ジャン・ルーシュ、アニエス・バルダ、ジョルジュ・フランジュ、フランソワ・トリュフォー、ジャック・リベット、ジャン・ダニエル・ポレ、ラウール・クタール、 ジャンクロード・ドーファン、アンナ・カリーナ、フランソワ・メイ・ストル。同年、我らの時代のシネアストたちでは、ロジエ自身も日本に演出している。ジャン・ビゴでは、ミシェル・シモンや、ジャン・ダステ・ラビゴ監督、アタラント号の出演者たちに取材し、ルイス・ブニュエルでは、ブニュエル本人が出演している。どちらも撮影は、アドゥ・フィリピーヌのルネマトラン。1965年、カイエ・エシネマの発表した、 戦後20年間のフランス映画ベスト1にアドゥフィリピーヌが選ばれる。1位はロベール・ブレッソンのスリ。ヌーベルバーグ作品はコダール、カラビニエ、アラン・レネ、24時間のジョージとミュリエルのみ。あとはルノワールとジャンコクトーマックス・オフィルスの作品が占める。1978年、ベルリン国際映画最新サインを務める。百九十七年、 映画作品の功績に対して、アカデミー・フランセイズからルネ・クレール賞を授与。2004年、カンヌ国際映画祭国際批評家週間のプレジダンを務める。現在、制作会社、アンティネア・アンチネア社代表。所在地は、パリ市ルリュリガイ一番地。普通語版もウィキペディア・ジャック・ロジエの項より。日本では、ヌーベルバーグというタイトルで、東芝 EMI から、 VHS 版が1997年9月26日に発売されている。ありがとうございます。